歯詰まってる？いっぱい詰まってるな。むしろ。撮ってた？やだ。やだ。三上奈美のベトナムようこそ。本日はホーチミンビンタイン区のグエンクーバンという通りにやってきました。実はこのヘムのところにですね、私以前住んでたんですけど、その以前住んでた時によく行ってたカフェに今日はランチを食べに行きたいと思います。それではいっちゃんおしんちゃん、三上奈美のベトナム乱歩、席に着きました。なんと今2階席なんですけど、1階ね、久しぶりの店員さんにお会いして、もうコロナ禍とかがあったので、本当1年半ぐらい来れてなかったんですけど、久しぶりって声かけたら、こうやってマスク取ったら、あーって言って覚えててくれて、めっちゃ嬉しかった。わーい。というわけでですね、ランチの時間にやってきて、ランチメニューを頼みました。これあんまり早い時間に来るとですね、このメニューが出てこないんですけど、まあ、11時過ぎぐらいからこのメニューが出てきます。3万9000ドンでこの中からいろいろ選べます。さらにちょっとグレードアップしたバージョンが5万9000ドンで選べます。で、今回はですね、この1番と2番豚肉のやつと鶏肉のヌクマムのやつを頼みました。他にもですね、まあ、麺系フーティウとかですね、ブンとかもあるみたいなので、まあ、その日によってね、日替わりでメニューが変わってくると思うので、お好きなものを探して頼んでみてください。まあ、メニューはでもこんな感じで、英語のメニューはないので、ちょっとベトナム語がわからないと難しいかもしれないです。我々の席はここなんですけど、まあ、こんな感じですね、ピアノが置いてあったりとかしてですね、まあ、コンサートをやることもあったり、あとは3階の席ではなんと結婚式の二次会とかそういうのもやったりしてるみたいです。結構広々とした感じのですね、おしゃれな空間となっております。なんか彫刻届きました。イエーイ。これがチキンの方ですね。チキンのぬくまものなんちゃらと、あとこっちが豚肉のなんちゃら。すごい、ランチセットこれでさ3万9000ドンで、盛り付けも綺麗だし、すごいですよね。というわけで早速いただきます。あ、私2つ食べるわけじゃないからね、2人で食べるんだからね。ではどっちも味見しようと思って、でまずはスープから飲もうかな。うん、春菊のスープだ。熱いから持ち方変でごめんなさい。春菊美味しい。なんか結構このスープも日替わりで毎回違うんですよね。春菊とあとお豆腐も入ってる。味付けが結構日本人好みな感じがする。なんかお鍋の出汁みたいな感じの味がして、すごい美味しい。ローカルのご飯は結構スープが冷めきってることとかも多いんですけど、ちゃんとあったかかったです。これもいいポイント。ではちょっとメインのお肉ちゃんいただこうかな、野菜と一緒に。ピリ辛、これもなんかすごいちょうどいい味、食べやすい。なんかあんまりザ・ベトナムローカルみたいな味付けじゃないかも。でもヌクマムなんだよな。なんかヌクマム臭さみたいな、そんな感じない気がします。がもしかしたら私がローカルに慣れてしまって気づいてないだけかもしれないです。ちなみにここに添え付けでですね、お醤油の唐辛子とかもあるので、まあ、味変したい方はこれにつけたりとかして楽しむこともできます。1回米、お米はもうベトナムのコムタムって感じですね、ブロークンライス、はい、このキュウリも食べてみよう。キュウリもなんか味付けされてそうな感じ。カモン。デザートも来た。キュウリの、ね、味付けはね、割となんかあっさりしてる。なんかオイルでちょっとあえてある感じなのかな、うんうん、完全なただの生のスライスキュウリとかじゃないから、そういうのよりは食べやすいのかなって気がします。お次、こっちの豚ロースっぽいやつ、骨付きです。ちょっとそのままかじっちゃいます。ナイフとかフォークはないです。
うん、これもなんか甘じょっぱい味がついてて美味しい。ご飯に合うって感じがする。このソースなんだろう。あかんない。さとちゃんに聞くわ。それない、これ辛くない。こっちはピリ辛だった。うんうん、なんか味付けも全然違った感じがして、でもどっちも美味しいですね、すごい。うんうん、こっちはなんかよくコムタム屋さんで見るなんか炭火とかで焼いてる豚肉みたいな感じの一味仲間みたいな感じがするうん、薄切りだから食べやすい。トマトと思って、あとパプリカと思ってた。本当は唐辛子だ。あ、そりゃカレー。辛いと思ったら唐辛子入ってました。さとちゃんに言われて気づいた。あ、落とした。キュウリ食べ過ぎてカッパになったよ。大丈夫。10日で皿乗せとくから。ちょっとね、胸肉はやっぱ硬いね。味付けは美味しいんだけど。うそ。私の秘密がバレちゃう。私の秘密、タトゥーならぬへそピ。見えた。これはまたの機会に見せますあれでもさ、お腹出してるさ服の時あったよね。あのギリギリ映ってなかったんだっけ。でもこれはそんなにはっきりは映ってない気がする。100回目記念の時にプールでさ、一瞬水着姿映した。本当に一瞬。でもサムネとかにも使ってないから気づかない人も多いと思うんだけど、その時多分目を凝らしてみたらへそっぴだってなあ、へそっぴついてるこいつって思った人いるかもしれない。あの水着になった時に言われる言葉ナンバーワンだもん。へそっぴ空いてるの意外不良なんですよ不良って昭和かよみたいな、昭和だよみたいなでもやっぱさすが人気店、なんか12時超えたら結構混んできたね。一回もなんか賑やかな感じの音が聞こえる。デザートも毎回ついてきます。なんかね、デザートバナナの時とかスイカの時とかあったんですけど、今日なんか酸っぱそうな実が来たリンゴのちっちゃいやつ。うん、見た目より美味しいうん、あ、美味しい。ごめんなさい、やっぱ食べ物は見た目で判断しちゃダメだごちそうさまでした。いや、このなんかゆったりとしたラグジュアリーな空間でソファーもあってですね、そしてこのなんか素敵な感じのランチが200円で食べられちゃうという素晴らしい。というわけで無助コーヒー、とっても素敵なお店で、店員さんもとっても可愛らしい方々ばっかりですね。とても愛想がいいので、もしよかったらぜひぜひ来てみてください。本日も三上奈美のベトナム乱歩ご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい。また会いましょう。バイバーイ。やだやだ